どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこるです。今日はですね、最近ねパズドラプレイヤーの方からちょこちょこいただく質問に答えていこうと思います。ゆうこる、これからパズドラとモンストどっちやっていくの、パズドラやめるのという話をねいただきまして、ちょっとね、まず最近ねパズドラ勢の方に言いたいのが、本当ねモンストの動画が増えていて本当申し訳ありません。はい、もうこれはですねシンプルに僕がちょっとモンストにハマってまして、まあ、それでね動画上がってるんですが、まあ、ただね一つだけ言えるのは、僕はパズドラの方が今は好きです。はい、なのでなんて言うんだろう、パズドラとモンストどっちやるのって言われた時に絶対にまず言いたいのが、僕はパズドラしかやりません。これからモンストは今ハマってるから、もちろん今は動画上がってるけど、多分これ以降はちょこちょこになります。上がってもまあ1日1本がマックスぐらいで、まあ基本は多分1週間に2、3本とか1週間に1本とかになっていくと思います。ゆうこるチャンネルってゲームハマるのは多いんですけど、飽きることも結構多いので、そうだからそんなにねモンスト動画いっぱい上がっていくということはないと思いますので、そこは安心してもらえればなと思います。はい、まあ、正直ねモンストも好きなんですけど、やっぱり僕が好きなゲームは間違いなくパズドラなので、そこは変わらないので、なんて言うんだろう、今始めたゲームだからモンストにハマってるように見えると思うけど、実際全然パズドラの方が好きなので、なんて言うんだろう、これからパズドラを手抜くとかモンストに移行するとか絶対にありません。まあ、ただ強いて言うなら、一個ね、僕の視聴者の人に謝りたいこととしては、今までゆうこるチャンネルね、ネタ切れ動画よく上がってましたよね。ネタ切れの日に必死にネタを考えて動画を投稿するってことは結構多かったと思うんだけど、ちょっとシリーズがね、モンストで上書きされちゃってるんですよね、今は。だからまあそこも気抜かずに、ネタ切れ動画プラスモンスト動画上げれるようにね、動画投稿本数いっぱい上げていければなと思うんで、よろしくお願いします。はい。あと一個だけね、最近ちょっと問題がありまして、本当にパズドラが今やばいんですよ。まあ正直に単刀直入に言うと、人がいない、本当に減っててパズドラ、まあ、僕がモンスト移行っていうかね、モンスト始めちゃったのも原因ではあるとは思うんですけどね、視聴者の人はやっぱりね、僕がモンストやってたらモンスト始めようっつってやってくれたりとかもして、そしたらモンストに移行してるみたいな人もいて、で俺もモンスト動画が多いからなおさらね、パズドラ勢の人ちょっとね減っちゃってね、本当すいませんそれは。まあ一個だけでも言えるのは、マジで俺はどれだけパズドラがオワコンになると絶対にパズドラ実況するから、そこは安心してほしい。俺はねモンストに移行するとかは絶対にない。俺はどれだけパズドラがオワコンになると絶対にパズドラをやる。俺の YouTube はパズドラで始まってる時点でパズドラでしか終わるつもりはないし、第一俺はパズドラが本当に好きだから、もちろんパズドラ運営に対してここクソだなって思う人はあるんだよね。最近で言うとモンスター交換所とか本当にねマジでクソやんと思うし、なんか最近のさ集金の要素もさ、いやいやもうそしたらもうこれ美課金税もさついてこらないやんってなってね、思うところありますよ正直。ただそれでも俺はもうこのねパズドラっていうゲームが大好きだから、なんて言うんだろう、その2択で迷った時に僕はパズドラしかやることはないので、そこはね安心してもらえればなと思います。なのでまあもちろんね言っておくと、パズドラとモンストどっちが好きですか、即答でパズドラですし、パズドラとモンストどっち選びますか、即答でパズドラです。これは分かってください。あくまでモンストは僕が好きだから遊んでるだけです。好きなゲームとメインでやっていくゲームっていうのは全然違うので、そうだからモンスターメインでやることはないです。なのでまあここまではね分かってほしい。でまあモンスト選手に言いたいのは、メインではないんだけどもちょこちょこ上げていければなと思ってます。まあもちろんゆうこるチャンネルをねモンストから来てくれてる人とかも実は本当にいるんですよ。マジでモンスト勢がモンスト見てくれてるとかもあってマジでありがたいので、モンスト動画も上がると思いますが、一応ゆうこるチャンネルはねパズドラがメインなので、そこはね分かっていただければなと思います。はい、ということで、今回はねパズドラモンストどっちなんですか、パズドラやめるんですかっていう質問に対して、やめるわけねえだろっていう話をする動画でした。やめるわけないんで安心してください。さあということでね、今回の本編はもう終わりなんですが、どうしよう、おまけのコーナー何やろう。パズドラ最近あんま何もやってないんだよな。何やればいいんだろう。ウルトラマンのキャラ使っちゃったからね、もう別にね上げられなくなっちゃったんですよね。4人マッチとか行くか。4人マッチ行こう。なんか4人キャラのさ、4人対戦の最強キャラランキングみたいなの欲しいわ。4人対戦最強キャラランキングがないの。4人対戦最強で調べよう。全然違うゲームしか出てこないんだけど。え、人いないとかはないよね。怖い。それは怖いよ。え、あ、来たね。1人。おう。あ、おお、来た。いいね。いいね。お願いします。名前ちゃんとユーコルにしてるからガチでやんないとね。このプレッシャーが楽しい。ユーコルという名前でやるこのプレッシャーが楽しい。ルールもわかんないしな。向こう側なんて組めないしな、どうせ。
何これ、7強にしよう。エリカ入れよう。エリカホールド、わ10連ガチだらじゃん、かわいい。10連いいけど7強かぶっちゃってんだよな。追い打ちにしよう。じゃあどっちにしようかな。どっちでもいいな。じゃあこっち貴族生埋めよう。これで3属性埋めてあげて、あと1匹何にしよっか。4色攻撃とかも特にないしね。お、イザナミいいじゃん。半減インハンス強いね。イザナミにしよう。オッケー、これでいきます。 L 字がメインだけど、 L 字はそんなちゃんと組む必要ないので、別にこの編成って1回 L 字組んだら終わりなんで、これでいきましょう。おーすごい、みんなもなんか編成いい感じだね。4人対戦ちゃんとこうやって実況したの初か。だってお前ら誰も4人対戦やらんやん。だから俺が4人対戦こうやって動画にしてさ、お前らに4人対戦やらせようと思って。誰もやってないでしょマジで。まあベータ版だからってのもあるか、まあ、正式版始まったらやる人もいるだろうね。今4人対戦やってるやついるの、ちなみに。やばい、パズル下手すぎ。おい、どうこの落とし入り L 字消しコンボ。盤面8コンボやないかい。8コンボやないかい。低いね。何水属性吸収。もうそのさ、初見殺しマジでやめてくれよ。もう一気に冷めた。4人対戦クソゲーじゃねマジで。ほんと面白くねえよな、このゲーム。慣れたわ。やばいやばいやばい。ほんとに運営さんに怒られるからやめよう。もうこんな冗談です、これマジで。この程度で有効でチャンネル切れません。あ、クソブチ切れたわ、マジで。どこねえ、これさ。でもこれ実際マジでさ、ダンジョン開始前にちゃんと書けよな、本当に。だったら。で、書けよ。水属性吸収来るよって書けよ、普通に。なんで書いてないの、このゲーム。そういうところだよね、マジで。マジでパズドラがさ、あ、ダメだって思う瞬間ってこういうところだよね、本当に。だって書いてないんだぜ。やばくね ?4 人対戦モードです。みんな遊んでねっつって、水属性を最後に入れてたら、こうやってスタックするんだよ。で、何がおもろいんだって。だからパズドラ多分人いなくなっちゃうんだろうな。なんか、こういう一個一個の要素がさ、本当に他のゲームとかやるとさ、あ、不便だなってなっちゃうんだよね。マジでもったいないなって思う。マジで UI 作ってる人とかも、利便性とかも考えられてないのかなって思っちゃうんだよね、実際。マジで。だからね、文句ばっかり言っても仕方ないんだけどね、実際。ただなんか本当にこういう一個一個の要素っていうのが、ユーザーに対して配慮されていないっていうか、うん、なんか、あ、そういうこんな何こういう機能を作る前に普通に考えて、ダンジョンの詳細がパッて始まる前に分かるようにすればいいのになとか、あとはこういう初見殺しをなくせばいいのになって思うんだけどね、俺はね。な、4人対戦で何を競わせたいのか分かんないんだけど、俺は別にこういうなんていうの、もちろんこれってさ、1回やれば分かることだから、全然これを1回ずつやって、メモってる人が偉いっていう段取りにしたいんだったら、それはそれでいいと思うんだけど、全員が平等に戦える段取りにしたいんだったら意味ないよねって思う。いや死ぬしな、2発買おう。俺は今のこの話は全然間違ってないと思ってるんで、なんかこういう一個一個の要素が、例えば4人対戦をこれ初めてやった人が、この段取りをやると、いきなり水属性吸収で3ターンスタックすると。そしたら、キップレイに負けちゃうよね。じゃあ、うわ、つまんねってなってやめるじゃん。根本的にもったいないなって俺は思う。なんかね、そういう一個一個が、あ、このゲームもったいないなってなるんだよな。ちょっと待ってよ。ねえ。おい、水4つしかないって4色陣で。そういうところだぞ。いや、そういうところではない。運が悪いだけ。はいぞー。水4つしかないのウケるな。だからまあ実際パズドラで4人対戦伸びない理由は別に誰も4人対戦興味ないからなんだよな。おもんないし別に。あくまでパズドラやってる人ってパズドラが好きでやってるだけで、4人対戦がやりたくてやってるわけじゃないからね。よっしゃー、1位あっしゃー。天引く好きやろ俺。よっしゃー。初級だからマッチングしなかったんだね。はい、まあということでね、あのパズドラモンスどっちが好きかって言われたらパズドラが好きなんですが、まあ、好きだからこそね、こういう一個一個の要素っていうのはね、さらに良くなっていけばいいなとは思います。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、アジャス、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。